こんばんは、渡辺ずかです。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2021年9月21日です。はい、えっ、ー、と、昨日配信した動画なんですけども、こちら、えっ、ー、と、見覚えのある方いらっしゃいますでしょうか。はい、あの、今回は秘宝でございます。秘宝って言ってもね、あの、そんなに え、悲しいわけではないんですけども、ちょっと悲しかったんですけども、実は昨日ですね、あの、カルダノシティという NFT でですね、あの、詳しくは昨日の動画下の概要欄に貼っておきますので、興味のある方は見ていただきたいんですけども、このカルダノシティのね、不動産をね、買おうと思いまして、で、えっ、ー、と、まあ、手続きを一応しまして支払いもして、で、あの、これが発行されるまでにですね、24時間ぐらいかかるということで待っていたんですよ。ところが今朝見てみましたらです、ね ですね。あの昨日まではあ今朝っていうか今日のお昼ですね。昨日まではこのえっ、ー、とまあ、個人のね。ダッシュボードのこちらの方を見たら、自分がね。買いを入れたものが見えたんですけれども。あのけ今朝というか、まあ、あのちょっと異変に気づきましてからですね。あの、自分自身のそのダッシュボードを見たら買、はい猫ちゃんしかいないわけです。そして、アクティブセッション。そこにね。あの昨日、えー、買いを入れたはずの不動産が。 あったんですけども、ないわけですよ。で、何事かと思いまして、で、あの、まあ、鎧の方を見てみました。そしたらですね、このような表示がありまして、はい、一つね、トランザクションが増えてるんですよ。それがこう一番上のやつで、はい、あの、午前10時15分ってなってますね。まあ、この時点ではまだ気づいていなかったんですが、今日のお昼休みに気づいたんですが、えっ、ー、と、まあ、98エーダー戻ってきています。で、昨日の不動産がですね、99エーダープラス、 えっと、手数料でですね。それで戻ってきたのが多分、ま、手数料引かれた額が戻ってきたんですけども、あの、約 99A だ。戻ってきていました。 戻ってきたということは買えなかったということで、まあいろいろ最初はなんか自分が変な操作しちゃったのかなとか思ったんですけど、多分ですね、あの売りに出されていたという形ですので、全世界の人たちがこれをこう NFT を見てるわけですよね。多分、あの大人気なんだと思うんですよ。こちらがね、まあ私たちもあの昨日からもう大騒ぎしてるんで、まあこちらの方もやっぱりあの買いたい人が、 たぶん同じ時間帯に支払いを済ませて、私よりもね、早く多分ね、支払いを済ませてですね、あのこちらの方を入手されたんじゃないかということで、まあ、欲しい人がバッティングしてしまったということだと思うんですね。ただまあ一つだけ良かったのは、当たり前のことなんですけど、あの、代金がちゃんとね、戻ってきたんで、まああの、取られただけではないというね、あの、 たまたま、その物件が欲しい人がバッティングしてしまって、私が支払いが遅かったために戻ってきてしまったのかなというふうに推測しています。ということでですね、あの、それをやってみて、ただ昨日あのやってみてよかったなと思ったのは、あの、 えー、ガチャで買う方法もあるよと言われて、私もあのガチャで手に入れたっていう人の話はツイッターで聞いてはいたんですけども、それがわからなかったんですね。で、いろいろ、えー、っと、探ってみましたら、こちらの方、昨日の、えー、あの、昨日のやり方とはまた違う、あの、こちらの方で実はガチャで買えたんだなっていうことがわかりまして、あの、多分こう言って、 で、あの、一回に、まあ、20分で、あの、一つの NFT が予約できるということで、こちらにこう予算があって35、35、35A だとか、55A だとか、105A だとか、まあ、110A だとか、もう予算に合わせてね、なんかガチャが引けるみたいで、例えば、105A だぐらいだったら出してもいいなっていう感じだったら、このようにして、あの、 ま、ここからね、多分指示通りに進んでいくっていう形になると思うんですけども、まあ、ガチャなんでね、何が当たるかわからないんですけども、まあ、こういう形で買えるっていうのも、あの、ちょっと面白いかなと思って、次はこれで買ってみようかなと思います。あの、もうね、やっぱり、あの、買ったつもりなのに、なんか入ってなかったっていう、ね、悲しい思いはしたくないんで、まあ、あの、ガチャで買うのも楽しいかなっていうのもあって、次は、あの、こちらのガチャで買ってみてどうなったかっていうのを、あの、えっ、ー、と、次の動画で、 お届けしたいなというふうに思います。ということで残念ながらね、今回は、あの、昨日配信したやり方で買おうと思ったら買えませんでした。でも、あの、代金はちゃんと戻ってきますから大丈夫ですよというお話でした。あの大変短いんですけども、こちらで動画の方終了させていただきたいと思います。あの、これにめげずにね、あの、カルダのシティのお家を買えるように頑張りますので <laughs>、はい、あの、また、あの、その件配信させていただきますので、よろしくお願いします。では最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次 次の動画でお会いしましょう。